どうもクーリンでーす。どうも。今日はカズが遊びに来てまーす。今日ですね、一緒に紹介したいのはこちらです。グラモデル。これはですね、一般の軟式用のプラモデル型のグローブとなっております。グラモデルの意図なんですけども、グローブを自分で紐とかを通して作ることによって愛着が湧く、そしてキャッチボールする喜びであったり感動っていうのをより感じてもらうという促進するためのツールでございます。でこちらなんですけども、3月にジュニア用モデルが出ておりまして、僕はこれを作ってみました。で大人でもこういった形で履けますし、紐の緩め具合とかここの閉じ方とかも自分で通すことができるので結構楽しかったです。で今回はその一般軟式用ということで7月に発売されたモデルになっております。お値段は1万2000円全員抜きでございます。では早速中身をチェックしたいと思います。中身はこんな風になっております。で今回はなんといっても3月に出たジュニアと一番違うのが、この革が天然の革なんですよ。ジュニアの方はこの合成だったんですけども、こちらは天然の革になってるのが特徴なので、やっぱりちょっとねしっとりしてますね。そんなこちらのグローブのサイズなんですけども、一応サイズは6 28.6 センチ、この指先から土手までがだいたい 28.6 センチというサイズ感になっておりますので、皆さんそのあたりも要チェックです。中にはですね、ちゃんとねグリスも入ってるんですね。若干乾いてるんで、ちょっとねこれ溶かしてからつけた方がいいのかなって気もしたりもするんですけども、ちょっとこういった形で本格的なグローブの作り込みが体験できます。ウェブはオーソドックスな H ウェブになっています。基本的にこのグローブでやることはですね、まずこういったグローブの中に入れるための芯材と呼ばれるものがありますので、これを親指だったり人差し、から小指の部分にこうはめて、でその上でこの紐を通していくという、この工程が楽しめるというキットでございます。でちゃんとこういった形で紐通しもついてるので、新たに道具を買うことも不要です。作り方はちゃんと説明書をもとに見ていけばちゃんとできるようになっております。ジュニア用を作った時と比べてこの紙質が良くなってるのと、あとは説明がちょっと分かりやすくなってる。さらになので、ジュニア用を買った方はね、この一般用の方を購入していただいて、説明書を見ていただくとまた分かりやすさがね一目瞭然かと思います。今回はねさらにね分かりやすいんで、誰でも同じ風にこれと同じ風に作れるかなというふうに思います。これいいね。あの僕手大きいんですけど、結構大きい僕でもしっかりほらねはめれて、で結構いい感じのなんか質になってるよね、なんかこう、柔らかい感じ、天然の革だからね。これ履けないでしょ、こっちは。カーズのこっちは履けないでしょ。こうベルトタイプになってるけど、ちょっと手が出ちゃうなと、ちょっと難しいなと。俺はギリギリ入るけど、まあ、こっちはバスケットウェブだったんですけどね。これちゃったらね、大人の人でも、うん、全然もしかしたら中学生ぐらいでもこう作って、うん、自分で練習とかで使えるっていう、あ全然大丈夫だと思います、ね、人もいるんじゃないかなと、うん、大人から子供から大人まで、そうですね、両方いけるタイプだから、うん、まあ、損はしないなという、うん、いいグローブだと思います。だ練習用に、まあ、例えばこの閉じ方をいつも使ってるグローブは、まあ、その逆巻きじゃないけども、このグローブでちょっと逆巻きを試してみてどんな感じになるかっていうのを試したりもね、プレゼント用でもいいんじゃないですか。お父さん、僕が作ったグローブでキャッチボールしてよみたいなね、そういうストーリーも描けるグローブかなというふうに思います。なんか土手だけ、ね、入れて、うん、でウェブつけないで、あの守備用とかにしちゃった方がいいかもしれない。あ、ね、なるほど、そういう発想なかったけど確かに。でそのもうここでウェブで撮らないで芯でしっかり撮る練習とか、あとこれは一回つけたけどちょっとこれも飽きたから別のウェブだけ買ってきてここだけまたつけるとか、そういうことももしかしたらできるかもしれない。ウェブの別にしてんのかな。やってる人はたまにやったりする。そんな風に楽しめるので絶対愛着とかもね湧くはずですので、ぜひこれを作ってみてください。で今回はですね、僕は一回こっちの方で作りましたので、こちらをプレゼントしたいと思います。こちらの一般軟式用のグラモデルが欲しい方はですね、僕のツイッターアカウントをまずはフォローしてください。はい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 、はい、でフォローした後に僕がこのグラモデルのツイートをしますね、そちらをリツイートしてください。そうすれば応募が完了します。で締め切りはツイートに書いてますので、そのツイートの締め切り日が来たら当選者を発表したいと思います。
当選は、もう抽選ではなくて僕の独断と偏見、要は僕はこの人だと思う人にあげたいと思いますので、その辺あたりはご了承くださいませ。ないの？いやみたいな。当選はですね、僕の独断と偏見で選ばせていただきます。独断と偏見、僕が独断と偏見で選ばせていただきます。そんなのないよ。独断と偏見ですので、僕がこの人だと思う人にあげたいと思いますので、ぜひね、そのあたりもよろしくお願いします。とりあえずリツイートしちゃおうぜ。ということで、自分でグローブの芯材、そして紐を締めて愛着のあるグローブを作れるグラモデル、ぜひ皆さんチェックしてみてください。1万2000円のサイズ6、28.6cm モデルでございます。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは失礼します。失礼します。